東京東京青山店東庁は、香港に本店を置く飲食店。名前は東庁をもじったもので、糖・砂糖を意味する同音の糖に書き換えている。名前の通りスイーツレストランとされるが、天津、麺、かゆ、関東料理の炒め物、蒸し飯などもある。もともとは、1991年に、香港の女性、郝緑県が、香港島の宝鉢で始めた甘みどころ。 後に、九龍半島の関東道100号に支店を開き、現在は、こちらが本店となっている。香港では、桶で供する、豆腐筆で有名となった。汁粉、白玉団子などの伝統的な中国系スイーツのほか、すでに香港でブレイクしていた、マンゴープリンなども取り入れ、後に、天心、麺類、軽食も扱うことで、幅広い客を取り込むことに成功した。現在、 台湾の台北市や高尾市、中国の上海市にも支店を持つが台北の美風広場店のように撤退した店舗もある。日本では RT コーポレーションがチェーンを展開している。同社は高島屋の子会社で台湾の金安市豊かの日本支店も運営している。スイーツの中でもマンゴープリンは当庁が日本で2005年頃に起きたブームの火付け役となり現在も 同店の看板メニューとなっている。現在、香港スイーツレストラン等朝、香港バルレストラン等朝、乗車館東長、等朝カフェの3つのスタイルを展開している。ありがとうございます。